はい、ゆるかチャンネルのショーです。今回の動画なんですけど、いつも乗っているムーブ、こちらのですね、バックランプを LED に変えたいと思います。というのもですね、今の時期朝がやっぱり暗いので、バックをしてる時にですね、ちょっと見えづらいんですよね、後ろが。バックカメラもついてはいるんですけど、それでも明かりがちょっとですね、足りないと見えないので、今回こちらの LED を用意したので、これに変えていきたいと思います。テールランプをですね、これ外していくんですけど、ナットが1つ2つ3つあるので、これを外していきます。あ、簡単に取れました。ネットで検索した時に、この2番目のところがものすごく外れにくいって書いてあって、ドキドキしながら今外したんですけど、どうにかなりましたね。そしたら交換するのは下から2番目、これですね。はい、この電球を変えます。今回使う LED がこういうのですね。よし、終了。じゃあちょっと点灯するか確認しましょう。はい、点灯したので、じゃあこれで OK、 これで戻して、あとははめるだけ。よし、こっちは終わり。それで問題は反対側の方なんで、かっていうとムーブは後ろの扉が横に開くんですよね。なので扉が意外に邪魔をするんですよ。わかるかな、ここにほら2つ目、1つ目、2つ目、結構やりづらいんで頑張ります。見つけた、微妙な隙間を見つけた。こっちから、よし、取れた。ちょっとわからん。そして日が落ちてきたから、もう一個の方でやってみたいと思います。ベルカチャンネル。そしたら別の方法として、さっきその扉の内側の奥を見ると、ウインカーとバックランプのやつが実は見えてるんですよ。ここから
ちょっとしたいと思います。これは危ない、手は入るんですけどね。よし、見えた。外して交換。そしたら点灯確認をしましょう。よし、じゃあ着いたんで戻していきます。ハマったー、よかったー。デルタチャンネル。そしたらバックしてみたいと思います。デルタチャンネル。どうですかね、だいぶ変わったでしょうかね。直接俺もまだ見てないので動画を編集するときに見てみたいと思います。デルタチャンネル。そうでした、もう一個ありました。ナンバーのとこのライトも同じやつに変えようと思ってたんで、本当に暗くなる前に変えてしまいたいと思います。内張りが外れました。これですね、ここのちょっと硬いけど外してから交換します。あ向こうに落ちました。これですね。でここデルタチャンネル。はい、もう外真っ暗になりましたよ。で、やっとこれ取れました。めっちゃ硬かったです。今日一硬かったですよ、ほんと。はい、ちょっと見づらいけどこれもね、同じやつなのでこれも交換します。電球も取れんし。あ、抜けた。超硬て。はい、新しいLED に変えました。元のこれにはめ直して、よいしょ。あ、それでも一回開けただけでもやっぱ閉めちゃったら硬いですね。またまあそうそう次開けることはないんですけど、じゃあこれで戻していきたいと思います。はまった。さあ、あと内張り貼りましょう。よし、内張りも貼った。そしたらちゃんと光るか見てみましょう。バッチリ光ってますね。よかった。デルタチャンネル。もうほんとね、バッタバタになっちゃって、明日もう一回確認しないとやり損じてるのがあるかもしれないですね。もうこんな真っ暗になって照明もなしじゃ何もできません。
やっぱりするならですね、時間と準備するものをちゃんと用意してからですね、した方がいいですね。いやー、焦った。でも無事着きましたね。ナンバー灯が綺麗に白く光ってます。デルカチャンネル、はい、ということで今回の動画はここまでです。次回も俺にかかってこい。